ということで、今日もね、おもろそうなゲームやっていきたいと思います。続きですね。はい。なんかこれ、校舎前にいるけど、あれかな？入学してから数日経ったんかな？読んでいきますか。あ、やばい。昨日食べたご飯のおかず、全く思い出せないや。どうしよう。もう年かな？ちゃん、おはよう。名前長いね。適当やな。お前、このネタのためだけに出てきたな。そのイラストのテイスト。全然ちゃうもんな、他と。変な名前の人もいますね。ちょっとずつ学校にも慣れてきたな。あ、やっぱり入学してから何日か経ってんのかな？あ、ホアちゃんおはよう。お、友達？リスコちゃんおはよう。もしかしてこいつ？多分こいつやんな。あの SD キャラになってるだけであって。お前の場合、慣れてきたじゃなくて舐めてきてるな、学校のこと。うん、一文字違いやけどあかんよ。そんなコスプレとかしてきたら。はい、ちゃんとやってくださいね。そういえば、そろそろ部活とかも決めないとだな。あ、もうそういう時期なんか。まあ、確かにね、部活入れるんならね、入っといた方がなんか友達とかもね、できたりしますからね。はい。いろいろ見て回ったけどどうしよう。もともと運動とかもやってないしな。お前、はよ、校舎入れい！ああ。なんでお前校舎入る前に、その目の前で、なんかボソボソ一人こと喋ってんねん、お前。はよ入れ！カラコン。カラコン野郎。今日もカラコンつけてんな、お前。はい。あ、なんか渡り廊下、久々に見たな。綺麗ですね、この学校、やっぱり。あ、なんか人いるよ。誰やろ？は？あれ、昨日の変な人だ。なんで学校にいるんだろう。あー、昨日カラスに追いかけられてた人かな？うん。なんか顔色悪いけど、どうしたんだろう。顔色悪すぎるやろ。悪いにも程があるからね、これ。目もガム決まってるし。とんでもなく恐ろしいこと起こってるやん。大丈夫ですか？予想外のことが3つ起きた。って聞いてないし、聞いてないですね。1つは屋上のドアに鍵がかかっていること。屋上。はいはいはい。2つ目はこれが取れなくなったこと。あ、それついてたんや。焦ってるからかと思ってた。さっき顔色も悪かったからさ。あ、それついてんねんな、頭に。はいはい。そしてもう一つは、いざやるとなると、想像以上にドキドキじる、すごいごじってるけど、ドキドキするかな？うん、ドキドキしてんのかな？ドキドキじる、すごいごじってる。これは、恐怖？何何？何しでかそうとしてんの？あ、走ってったけど。あ、どんどん行っちゃうやん。あれ、いなくなっちゃった。後悔すんなよ、少年。お前喋った今。キャー、黙れ。黙っとけ、お前みたいなやつ。キャーとか言うな、お前。あと、レイヤーこっち側来んな。俺の黙れより。あっち側行ってくれ。顔出すな、ボケ。そろそろいいかしら。すいませんでした。話遮っちゃってすいませんでした。わざわざ屋上に行くなんて、一体何をする気なんだろう、あの人。確かに。なんか嫌な予感がする。追いかけよう。いや、なんかちょっと心配だね。あ、階段駆け上がってる。ちゃんと追いかけて、ほぼテケテケやけどね。うん、今のほぼテケテケやったよ。ちょっとあの、あ、屋上のシーンですかね。屋上だね。バコーン、ま、バレたら一旦退学か。うん、多分校長先生やしな、これ。この感じ、この頭のハゲ方。ま、バレたら退学ではある。え、自分何してんの？アホな。限度ってもう知らんの？え、マジ信じられへん。マジでないわ。普通にやりすぎやろ。えぐいわ、ほんま。今日俺がおかしいんかな。さっきも喋ってたやつおったし。俺がおかしいんかな、これ。ちょっと、さっきから様子がおかしいですけど、一体こんなところで何しようとしてるんですか？お、もうこれはさすがに逃げようないよ。君は、誰だ？何、昨日の今日で忘れとんじゃ、ボゲー！うわー！エンド1、地球爆発、終わらせるか！絶対に終わらせるか、お前。こんな意味わからんエンド絶対に行かせへんで。いててててて、昨日の子か。急で動揺してた。ごめんよ。なんで動揺だけひらがなないの、これ。読みづら。ここで何を？でもさすがにね、もう変人といえど、まあ、こんな屋上で一人でね、なんか やろうとしたらちょっとね、心配するよね、さすがにね。まあ見てなよ。何何？てんてんてん。はっ！ん？え？座った？俺はスワル部のリーダー、プリッツ。こうやっていろいろな場所に座ることで地球を感じるんだよ。よくあったな、そのイラスト。座ってるイラストよく見つけてきたな。あとお前、この学校の生徒やったんや。うん、てか、なんなら先輩なんかな、その感じ。屋上で何しでかすんか思ったら、座る部。聞いたことないし、そんな部活。はぁ、あ。じゃあ、帰ります。いや、さすがに呆れるわな。君も一緒に座って地球感じようよ。あ、さっきの人、まだ挟まってる。なんか、顔ついてる。と。お前らの恋愛、じゃないぞー